IT 技術でお客様のビジネス戦略を支える CTC テクノロジー。その役割はエンジニアと営業に大きく分けられます。その中でエンジニアの役割は主に4つあります。 CTC テクノロジーは CTC と互いに役割分担をし、タッグを組んでサービスを提供しています。 CTC がお客様のビジネス企画から入り、システムの設計から構築までを実施します。ここからが私たち CTC テクノロジーの出番です。私たちは構築の一部から入り、実際に稼働している期間を担当します。それぞれの局面できめ細やかに対応するために、エンジニアは4つに分かれているのです。そして営業はお客様のそばにいることで見つけた課題を次のビジネス企画に橋渡しをしていきます。それぞれの職種がプロフェッショナルとしてお客様の IT システムを総合的にバックアップできることが私たちの一番の強みです。そして CTC テクノロジーは皆さんがスキルアップするための教育や研修を提供しています。資格対策や実践演習など、さまざまな目的に合わせた高品質なトレーニングとなっています。皆さんの向上心をしっかりと技術力につなげていきます。それではエンジニアと営業の役割を具体的に見ていきましょう。 CTC テクノロジーの営業は飛び込みや家電による新規のお客様を獲得する営業ではありません。これまでもお取引のあるお客様を中心にエンジニアと連携し、システム運用に関わる課題の抽出、改善案の提案をすることで新たな仕事を作り出す役割を担っています。また CTC グループの各事業会社と連携することで総合的なサービスのご提案をしています。お客様の課題をしっかりとヒアリングするための傾聴力、 CTC テクノロジーの高い技術力を伝えるための提案力が重要です。私たちは誰もが知っているようなビジネスをされている企業の自社システムにおける保守や運用の負担を軽減するためのご提案をする仕事です。日々エンジニアの方々が的確にスピーディーにお客様対応をしていただいているので、サービスの品質や対応力といったところには自信を持ってお客様にご提案をしております。お客様の目線に立つことを大切にしております。お客様は今どのような課題を感じていらっしゃるのか、どのようなサービスを求めていらっしゃるのか、それをどのようにご説明するのがいいのかなど、常にお客様の目線に立って考え、ご提案を差し上げることで、CTC テクノロジーに相談をしてよかったと思っていただけるように日々心がけております。やはり仕事のやりがいはお客様からご発注をいただけた時ですね。私たちは保守だったり運用という目に見えないサービスをご提案しているので、そのサービスの必要性をお伝えするのが難しいのですが、CTC や社内のエンジニアと連携してお客様の課題を解決するための提案を作り、それが実際に受け入れていただいたときはやっていてよかったなと感じます。システムエンジニアはお客様の要件に沿ってシステムを設計し構築する仕事をしています。お客様ごとに提案、方針検討、要件定義、基本設計、詳細設計、構築、アフターフォローまで幅広い領域でお客様のシステムに関わるのが特徴です。 CTC グループや部署をまたいだ連携を大切にしながら、さまざまな案件に参加し形にしていきます。お客様が安心して使えるシステムを導入することです。そのためには定期的な打ち合わせでお客様のご要望や要件を的確に把握した上で、システム稼働後にトラブルが発生した場合もお客様のサービスが止まらないようなシステムを設計したり、設計通りに動作しているかを確認する仕様書の作成を実施しております。お客様のことを考え、主体的にこちらからコミュニケーションを取ることを大切にしています。受け身にならず能動的に働きかけ、お客様の課題を一緒に考えたり、お客様が知りたい情報が何かを考え、それをご理解いただけるように伝えることを常に心がけています。私の仕事のやりがいは、担当している案件を問題なく完遂できた時です。システムエンジニアは担当するお客様ごとに導入する機器、担当する工程が異なるので、常
常に柔軟に対応することが求められます。自分の知識や経験だけでなく、社内のチームのメンバーに相談したり、協力会社の皆様の力をお借りして、よりシステムが稼働した時には非常にやりがいを感じますし、自身のスキルアップにもつながっていると実感しています。アカウントエンジニアは、通信キャリア等の特定の大規模なお客様に対する窓口として、そのお客様のシステムの深くに関わります。お客様ごとに専任のエンジニアを設け、お客様のシステムの構成情報や使用用途を熟知し、障害対応や運用サポートのほか、改善提案やシステムの構築業務など、総合的なお客様のシステムをサポートするのがアカウントエンジニアの仕事です。専任ということで、お客様と長期間にわたり密な連携を取っていくのがこの仕事の特徴です。しっかりと信頼関係を築き、共に未来のビジネス環境を見据えながらシステムを運用することが、お客様への貢献につながります。特定のお客様を担当するエンジニアとして、そのお客様のシステムを最適化し、お客様のサービスを日々円滑に運用させることが使命です。システムの運用状況やトラブル対応の進捗をご報告したり、お客様の課題をお伺いしながら、より良いシステムにするための改善策を提案いたします。私のお客様は通信キラー様となりますので、24時間365日何事もなくシステムが稼働していることが要求されます。お客様がエンドユーザーに対して安定したサービスを提供ができるよう寄与することが大事だと考えております。お客様が何を求めているのかを正しく把握することを心がけております。システムの安定稼働やシステムトラブルを解決することが私たちに求められていることではありますが、事象の原因が詳細に知りたい、あるいは原因究明よりも一刻も早く復旧させたいなど、お客様によって要求は様々です。そういったご要望を的確に把握し対応することが、お客様により満足いただけるサービス提供につながると考えております。お客様と長く関われることがアカウントエンジニアのやりがいです。長く関われるからこそ、お客様やお客様のビジネス、そしてお客様が感じていらっしゃる課題の背景を知ることができます。そういった理解を深めていき、改善提案をすることで、お客様から頼っていただけるようになれたとき、やっていてよかったなとやりがいを感じます。カスタマーエンジニアは、現場の最前線で問題を解決する仕事をしています。お客様先やデータセンターで実際にサーバーやネットワーク機器の保守や構築を行います。システムの構築の際は、設計やセットアップ、検証、導入作業を行います。常に実機に触れているので、技術者としてのスキルを最大限に高められるのがこの仕事の特徴です。積み重ねた経験がトラブルへの迅速な対応力となり、お客様の安心へとつながっていきます。システムトラブルを迅速に解決することが私の仕事です。私が日々接しているのは、お客様のビジネスの根幹に関わっていたり、私たちの生活に欠かせないものとなっている IT サービスの裏側にあるシステムインフラです。大切なお客様の資産であるサーバーやネットワーク機器などのシステムインフラにトラブルが発生した際、故障箇所の特定、ハードウェアの交換といった保守業務を通じて、1分1秒でも早く安心をご提供することが私の使命です。お客様に安心して任せていただけるよう、自身の立ち振る舞いにも気をつけています。保守業務を行うためには、機器を停止させる必要があったり、作業時間が限られていたり、お客様がご不安を感じる要素が伴うことがあります。迅速にトラブルを解決することはもちろんですが、それだけでなく、お客様に安心して任せていただけるように、落ち着いて作業をしたり、省略せずにできるだけ丁寧な言葉を使って説明することや、作業中はお客様にも分かりやすいように確認行動を取るようにしています。私の仕事のやりがいは、お客様から感謝されたり信頼されているということを実感できた時ですね。カスタマーエンジニアは、現場最前線でシステムトラブルを解決することが求められている仕事です。現場最前線にいるからこそ、お客様と接する場面も多く、トラブルを迅速に解決できると、お客様からありがとうと言っていただけることがあります。その一つ一つが、今の私の自信につながっていると思います。プロダクトサポートエンジニアは、 CTC テクノロジーの後方で支援する部隊であり、最後の砦を担っています。
現場のエンジニアでは解決できない課題が発生した際に問い合わせを受け解決するのがプロダクトサポートエンジニアの役目。それゆえ IT 技術や製品について深い知識が必要となります。常にメーカーと情報交換を行い、メーカーのエンジニアと同等以上のスキルと経験を磨いています。課題解決だけではなく、新たな製品サービスの立ち上げや現場エンジニアへ最新技術の情報を展開するなど、 CTC テクノロジー全体の技術レベルを高め、お客様へのサービス向上に貢献しています。私の使命は担当製品のスペシャリストとして社内で一番の技術力を身につけることです。現場で解決できないような難しいシステムトラブルについて、時にはベンダー様とも連携し原因を究明することが仕事です。その他にも製品のスペシャリストとして社内のエンジニア育成や新製品取扱いに向けた検証や資料作成なども行っております。システムトラブルを迅速に解決するためにも、そのトラブルの状況を正確に把握できるよう努めています。例えばサーバーの機器でエラーが出たので調査してほしいという連絡が来た際、いつ何をしていてどのようなエラーが出たのか、どこまで影響が及んでいるかなど、様々な観点からヒアリングすることで、その問題や解決したい内容が鮮明になったり、問題の背景が見えてきたりします。私の仕事のやりがいは、自分たちの力で問題を解決できた時です。私たちプロダクトサポートエンジニアがトラブルを解決できなかった時には、ベンダー様に問い合わせをしなければなりません。ですがベンダー様に問い合わせをするとなると、解決に要する時間が長くなってしまいます。つまり1分1秒でも早くトラブルを解決することが求められる CTC テクノロジーにおいて、私たちは最後の砦としての役割を果たしております。だからこそトラブルを解決できたという報告を聞くと、よかったと心から感じることができます。いかがでしょうか。私たちは日々経験と知識を積み上げながら、自分たちのスキルを磨き、一丸となってお客様に貢献しています。難しい課題にぶち当たっても、最後までやり抜く風土と、エンジニアとしての成長意欲を形にするための教育システムがあります。私たち CTC テクノロジーは IT 技術で社会の明日を支える会社を実現していきます。